スノーマン岩本照、美少年主演、少年たち、演出裏側に佐久間大介も、すげえ、と感心。スノーマンメンバーがパーソナリティを務めるラジオ、富士屋プレゼンツスノーマンの元のまんま、文化放送。10月19日には、岩本照と佐久間大介が登場し、岩本が演出を手掛けている、美少年の単独主演舞台、少年たち闇を突き抜けて、以下、少年たちについて裏側を語った。今月4日に開幕し、28日まで東京、新橋演舞場で上演される、少年たち。同作は、1969年にフォーリーブスが主演を務めシリーズ化され、2010年以降はキスマイフット2、A.B.C.Z、スノーマン、ストーンズ、なにわ男子らが主演するなど、旧ジャニーズ事務所の伝統的舞台の一つ。今年は、21年から2年連続でHiHiJetsとメインを張った美少年が単独で主演し、演出、構成、振り付けを岩本が初めて担当している。番組にはリスナーから岩本へ、舞台稽古の雰囲気はどんな感じなんですか？舞台を演出するのはどのような感じなんですか？との質問が寄せられた。